ミカエル・アグリコラ・フィンランド文学では、フィンランドで書かれた文学について言及する。フィンランドの最古のテキストは、フィンランドの中世にスウェーデン語、もしくはラテン語で書かれたものであった。フィンランド語での文学は16世紀以降徐々に発展してきたものである。フィンランド文学の最初の芸術的な絶頂期は19世紀、中頃のナショナルロマンティシズムの時代であった。 スウェーデン語や次第にフィンランド語で書かれてきた時代の多くの重要な作品は強いフィンランド人としてのアイデンティティを各所で勝ち取ったり守り通したりすることが展開されている。フィンランド語は相対的に新しい言語なので中世以前の文学はほとんど存在しない。聖書や法典のような重要な書物はラテン語やスウェーデン語やフランス語やドイツ語のような 少数のヨーロッパの言語でのみ利用可能であった。フィンランド語の書き言葉の元祖は指教でフィンランドのルーテル破壊学者のミカエル・アグリコラで西部方言を主に基づいて成立させた。彼の主な仕事は新約聖書をフィンランド語に翻訳したことである。この仕事は1548年に完成しフィンランド語の入門書になっている。中世以来フィンランド語は 民間伝承が豊富であった。何百もの民族の詩、物語が1820年代からおそらく世界で最大であろうコレクションに集められている。これらの多くがフィンランド人の古代の歌として出版された。それは33巻2万7千ページからなる巨大なコレクションである。物語の形態はアンティア・アールネによって最初に準備された。そして、例えば、 アメリカ合衆国が最近まで使われていたように幅広く使われた。最も有名な民族史のコレクションは圧倒的にカレワラだと言える。フィンランド人に国民的女子詩と呼ばれ、多くは書物を編集したエリアス・リオン・ロートの功績である。最初にそれは1835年に出版され、すぐにフィンランドのナショナリズムの象徴になった。フィンランドはそれまで、 政治的にロシアに支配され、以前はスウェーデンの一部だった。彼らは、それゆえ初期のフィンランド人のアイデンティティの重要な部分であった。ジョジョシのコレクション、カンテレタルの方は、ジャンシベリウスのように未だに芸術や音楽に大きな影響を与えている。リョンロートが単に既存の詩を集めるだけだったというのは、一般的な誤解である。現在では、 カルワラが緩やかに結ばれた原材料の混合物をリョンロートによって統一された全体の姿が存在することを自由に変えたということが表現されているというのが広く受け入れられている。本質的にフィンランド語で最初に出版された小説はアレクシス・キビの7人兄弟で今でも一般的にフィンランド文学における全ての作品で偉大なものの一つとして考えられている。 ヨーロッパやアメリカ合衆国のように、フィンランドにおける小説の人気は、多くの初期のフィンランドの小説が、近代中流階級の生活や、伝統的な農民が、例えば鉄道との衝突を扱うなどの産業化に、関係がある。七人兄弟の事例では、特にテーマが、田舎の無知な住民が、発展を続ける都市の文明と権威を相手にいかがり、して生き残れるということである。 フィンランド大公国の終わりには、ヨハンネス・リンナン・コスキの小説、シンクの花の歌など、文学は主に、ロマンスとドラマで構成されていました。フィンランドは1917年に独立を勝ち取り、そしてその後すぐに、フィンランド内戦が勃発した。この内戦は、他の内戦と同様に何度も、文学で描かれた。フランス・エミル・シュランペイのミーク・ヘリテッジのような、作品である。 シランペイはフィンランドの1930年代の強力な指導者であり、フィンランド人初のノーベル賞受賞者であった。テーマはバイノリンナによるすでに驚異的に成功した彼の小説無名戦士により吸収された。このケースやその他のケースの中でもまさしくフィンランドの環境と精神構造の不思議さが国際的な名声の主要な障害になっていた。他に 世界的に知られているものに、ミカ・ワルタリによる、マイケル・ザ・フィンとザ・サルタン、エスレネゲードがある。ワルタリの作品、エジプト人は、舞台は古代エジプトでありながらも、部分的に第二次世界大戦の偶話となっている。そして、エジプト人は、ワルタリの最もよく知られている作品である。800ページ近く含まれているにもかかわらず、フィンランドで一番早く売れた本である。 そして短い英語版は、アメリカの多くのベストセラーのリストの頂点にあった。それらの国際的な成功の有力な理由の一つは、彼らの焦点が、戦後の幻滅、すなわち当時の多くの人によって共有されていた、感覚にあっていたからである。パーボ・ホビコと、イーバ、リース・マナーに始まる1950年代の施策は、口調や水準が、T.S. エリオットや、エズラ・パウンドといった、 イギリス人やアメリカ人に適合したものが大きく影響し、広く翻訳された。伝統的にドイツ文学、特にはフランス文学がフィンランドではよく知られ、時として模倣された。逆説的に偉大なロシア文学の伝統はあまり知られていない。おそらくロシアに対する政治的な嫌悪によるものである。最も有名な詩人は A のレイノであり、 彼は自身の書物に加えてとりわけ、ダンテの秀逸な翻訳者だった。オット・オーマンリネンは、陰律の達人で、ホメーロスのイーリアスとオデュッセイアの双方を翻訳した。戦後になって、ペンティ・ザリッコスキーは当初はビート世代と同等であったかもしれないが、しかし、教養があり、彼は、ホメーロス、ジョイスや多くの重要なイギリス文学と、 アメリカ文学の作家の翻訳をした。ティーモ・ケイ・ムッカはフィンランド文学の野生児である。1960年代の10年未満の間の期間にムッカは叙情的な散文の形で書かれた9つの小説を作り出すためにどこからともなく生み出した。彼の彼が彼の創生して書くのをやめるまでの2つの最も偉大な作品は 小説のザ・ソング・オブ・ザ・チルドレン・をブ・シビアと短編小説のザ・ダブ・アンド・ザ・ポピーである。フィンランド語が政治や教育で第一言語として確立した後でもスウェーデン語はフィンランドで重要であった。ユーハン・ルードビー・グルーネベリは19世紀で最も有名なスウェーデン語話者の作家であった。死の我らの地はフィンランドの独立から70年前に国家として 捧げられた。20世紀の最初の間、スウェーデン語の近代主義はフィンランドにおいて国の歴史の中で最も称賛されたありのままの運動として現れた。この運動の最もよく知られた代表者はエディット・スダーグロンであった。フィンランドから現れた最も有名なスウェーデン語による作品はおそらく作家トーベアイソンによるムーミンであろう。それらは 漫画でよく知られている。ありがとうございます。